北海道は雨の日曜日となります。予報センターは山口さんです。山口さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、北海道ですが雨降っているところ多いですね。そうですね、はい。現在は道東エリアを中心に雨雲が一部強いものがあります。で、現在の雨雲の様子をご覧ください。はい。この時間は十勝からだんだん釧路の方に雨雲が移り始めていますね。早朝までのタイミングに比べますと雨雲もだんだんと弱まってきました。太平洋側でこの後まあザーザーとした降りはありそうなんですけれども、早朝まであったような雷とこういうものに関しては可能性低くなってきたと見られます。はい。で、この後の雨雲の動きですけれども、これが11時の図ですね。引き続き、道東の太平洋側でザーザーとした降り予想されます。で、午後に関しては道北、道東エリアで雨が降りやすく、で、一旦雨が上がる道央、道南エリアでもまた局地的には雨雲が出てくる可能性があります。これは東北北部にも当てはまるんですけれども、上空には強い寒気が居座っている状態でして、大気の状態が不安定ということは続いていきそうなんですね。夜にかけてもところどころ雨は降りそうですので、雨が止んだ後も道央、道南エリアの方は念のため折りたたみの傘があると安心です。はい、わかりました。一旦雨が止むところでもご注意ください。